え皆さんはじめままして、えー、と獣医師のと言います、えー、今回田中先生の,あの、まあえー、提案されたあの腎臓病の、えー、フローラ移植に関して、まあ、研究会の方から先行して動物の方であの試せる子はいないかという提案をいただきまして、まあ、あの4例について行わせていただきましたんでその結果を報告させていただきます。 えまずはですね、えっと、獣医療においてのあの糞便微生物移植 FMT に関しての、まあえー、報告等があるのかという話なんですけれど、意外にあるようでして、あの犬、猫、豚、馬、牛、えー、鳥、羊、えー、猿、他か、まあ、幅広い動物種において、えー、報告はされています。ただ、あのどれも小規模なあの症例報告だとか、研究レベルに。えー ものでして、まあ、エビデンスレベルが高い治療であるとは言えないもの、えー、ただ有効性を、えー、示唆するような可能性はあの考えられていますまたあの動物の場合はあの食粉行動をする、えー、まあ、子犬を中心に、えー、いたりあとはあの子牛でと、えー、移住移植というのはこれも古典的な方法なんですが、えー、人工哺乳を行う際にあの一緒に行う治療として、えー、ありましてまあ,あの 広い意味ではこういった微生物移植、えー、人よりもあの敷居が低いんじゃないかなというふうには考えています。でえー、慢性腎臓病についてなんですが、えー、とワンちゃん、ネコちゃんでもあの日常的に遭遇する疾患でして、えー、特にあの高齢のネコでは、えー、罹患率が非常に高い、もう死因としても一番になるぐらいのものです。えー、動物に対しての治療は タンパク質、リンを制限した療法食だとか、有益療法、あと薬剤療法が主体になっています。人工透析だとか、人員食っていうのは普及していません。最近ですね、窒素老廃物を栄養源にする細菌によるプロバイオティクス製品が上司されていまして、私もよく使ってるんですけれど、あの比較的キれがいいように感じています。そういったことからも微生物が 腎臓の機能維持に寄与する可能性というのは大いに期待していますここからあの研究に報告に入ります4例に関して行いました1番から3番までが犬に関して4番はえっと猫ちゃんに関して行っています 1>, 1番に関しては、あのここは私の愛犬なんですけれど、あのまだ CKD のステージに上がってないんですが、まあ、SDMA が半年間で上昇傾向にあるということで組ませていただきました。2番の犬はステージ3、3番と4番の子ここに関してはステージ2とありますけれど、動物ではクレアチニンを指標にステージ分離しています。 でえー、実施方法です。筋、えー、液は腸内フローラ移植、えー、臨床研究株式会社、新バイオス株式会社より提供されたものを、えー、使っております。でえー、それを水素ナノガスウォーターで、えー、溶解して1週間ごと、えー、計6回、えー、中腸法によって移植しています。筋液をあのん造しながら、えー、行っていくという形でやっています。 動画は猫、えーね、ちゃんに対して、えー、初めてやった時の動画を撮影しているんですけれど、まあ、肝腸で入れる際そこまでその抵抗することはなくあのスムーズに入れさせていただいていると思います、まあ、その子の性格によってはすごく嫌がる可能性はあるので飼い主さんの協力と得ながらやっておりますちゅした後、えー、腸内に、まあえー、浸透させるために体位変換を行って でこれで終了です、えー、評価方法に関してですが、えー、来院時毎回問診と身体検査にて全身状態を観察しましたまた3回目及び6回目移植の1週間後に血液検査にて腎臓病マーカーを測定しています結果ですこれは腎臓病のマーカーについての結果です 1>, 1番の子は SDMA に関して調べております。3週目、一旦下落したん減少したように感じましたが、6週目にはまた元の水準まで戻っております。2番の子は緩やかに増加傾向を示しました。3番の子は3週目、一旦上昇したように感じたんですが、6週目にまたあの低下するということで。この これ以降まだ調べてないんですけど今後の経過に関してはこの子については期待しています4番の猫ちゃんに関しては、えー、6回目移植後ですごく上昇しているんですがこれに関してはちょっと残念ながらあの腫瘍による尿管狭窄が疑われる状況がありまして、えー、フローレ食移の成果とはまた別のところでの影響かなと思われます 血液検査の数値上での効果というのはあのはっきり認められなかったんですが、えー、ただです、ね、身体検査上ではあの変化がありまして、えー、4例中3例で、えー、腰周りの筋肥大があの認められたこと、えー、それとワンちゃん2頭では、えー、体幹の背中側のひもがあの濃くなっていくというような傾向が見られました。有害事象はあの えー、6回の移植期間を通じて、えー、身体検査場、問診場の異常は認められませんでした。えー、こちら写真で、えー、2番のトイプードルさんなんですがちょっとこういった、あのー、傾向が出るということを全く予想してなかったのでビフォアの写真を撮ってないんですこれは飼い主さんにいただいた分になります。でアフターの分が右側に示すもので、えー、写真ではちょっと分かりづらいところもあるんですけれど。えー まあ高齢で薄くなってきた肥満色がまた若返ったという印象があります。えー、最後考察になります。えー、今回腎臓病マーカーの改善がまあ数値を見られたのは一例のみ、明らかな有効性とは言えないかなというふうに考えています。ただしですね、筋、えー、肥大だとか肥毛色の脳化っていうのが三例に確認できたことは、えー、これは代謝機能の改善をあの考えます。 従来腎臓病がある子はあの痩せていく傾向があるんですが、まあ、それが、えー、逆に筋肉がつくっていうのは非常に、えー、有効あの良い経過を感じ,感じました。そして、えー、と何よりもあの誘拐事象をあの全然認めない。 腫瘍性の疾患に関してはちょっと因果関係は不明ですけれど明らかに FMT の影響と思われる異常っていうのは見当たらなかったっていうのはすごく前向きな評価ができると思います。これより FMT は CKD ・罹患動物の QOL の改善に寄与する可能性っていう分に関してすごく期待をしています。 最後になりますけれど研究に協力いただいた動物と飼い主様、金疫の提供いただいた新バイオス株式会社様、あとは FMT の主義の教授、本発表の機会をくださった研究会の皆様、感謝いたしますありがとうございます。